YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。錦織圭、マドリードオープン2017、故障明けの光明出た。3回戦ペレール戦結果、そして次の相手は、テニスマドリードオープン、2017年5月11日、スペインマドリード。男子シングルスで、世界ランキング8位の錦織圭、27、日清食品が、5年連続の8強入りを決めた。3回戦で、世界30位のダビド・フェレール、35、スペインに6対4、6対3でストレート勝ちを収めた。右手首の故障から約1ヶ月半ぶりに復帰した今大会だが、前日の初戦で一叩きして調子は上向き。日本時間の12日、午後7時から行われる準々決勝では、10連敗中と苦手にしている世界2位のノバク・ジョコビッチ、29、セルビアに挑む。一叩きしたことで錦織のテニスは見違えて良化した。何度も激闘を演じてきたフェレール、しかも相手が得意とするクレーコート、出だしから攻めていかないといけない相手というのは分かっていたと、開始直後のゲームで即座にブレークに成功。終始、高い集中力を保ち続けた。第1セットを奪い、第2セット序盤には雨が降り始めた。屋根を閉じるために、試合は約10分間中断。0対30からの再開となったが、このピンチもしのいでサービスゲームをキープした。フォアを使い、主導権を握るプレーができたと、深いストロークで相手を揺さぶり、手首に負担のかかりやすいスピンを効かせたボールもためらうことなく放った。頻繁に織り交ぜたネットプレーを含め、初戦で見せた試合感のなさと手首への不安は払拭。地元の大声援を受けたフェレールを1時間25分で退けた。3月下旬のマイアミオープンで右手首を痛め、先月のバルセロナオープンは現地入り後に欠場を決めた。拠点を置く米国に戻ったものの、練習はほぼしていなかったと回復に専念してきた。体の調子も上がってきている。右手首は違和感はあるがよくはなっていると手応えはつかみつつある中で、次はジョコビッチ戦となった。ジョコビッチも今季は不振で、今大会前にはチームスタッフを解散したばかり。過去2勝11敗と苦手の相手とはいえ、つけ入る隙はありそう。いい対戦成績でないのは分かっているし、全ての面で安定した選手。ビッグチャレンジを楽しみたいと力を込めた。みんなの声、チョコは錦織戦だけ確変するのやめてくれませんか。3連戦とハードだが、いい試合を見せてほしい。久々のユニクロ対決、錦織が前回チョコに勝利した2014全米オープンでは、可視化大会前、錦織はあまり状態が良くなかったような気がしている。それでも準決勝では勝利した。今回も大会前は初戦敗退もありえると言われながらベスト8まで来た。意外と今回は久しぶりのジョコ戦勝利が見られるか。こういったコメントは錦織選手に失礼と分かっていますが、手首のことを考えると明日負けてもいいと思うよ。だから今後のジョコビッチと戦うことを考えて、いろいろなことを試してください。応援している。しかしなぜか錦織が山にいるとジョコ・マレーは復調するな。
いや、いないと逆に調子崩すのか。マレー負けてるし、両者の試合内容を見る限り、K の方が切れている感じがする。メンタルに少し余裕が感じられるのが今までと違う。勝てるかもね。今回は体力的にはまだ余裕があるはず。手首さえ問題なければ。今年は錦織もいろいろ言われてるが、ジョコの方が不安要素が多いと思う。ただテニスにしてもどうしてもじゃんけんのような相性があり、ジョコは錦織のプレースタイルがしっくりくるんだろうね。突き抜けて勝ってほしい。今のジョコは仕上がりがベストからほど遠いから勝てるチャンスがあるよ。頑張れ。万全じゃない時の方が錦織は強い。今回いける？ここまではアングルに関わらずに縦へ攻めているのが結果につながっている。錦織のアングルはアングルに打つぞと言ってから打っているので相手にとって脅威ではない。ダウンザラインもあるぞと見せかけて打てば相手も対応しづらい。しかしダウンザラインを打つと力んでネットの悪循環。力むより大きくゆったり振っても球速は変わらないことを理解してほしい。サッカーのメッシのシュートはパスのように足を振っても球速は速くコントロールされている。クレーバーなプレーを身につけないとマスターズの優勝は遠い夢でしかない。準優勝の全米もそうでしたが、病み上がりで余分な力が抜け、今大会はいける気がします。錦織さんの場合、楽しみとコメントした試合は負ける。各上との過去の対戦成績がその証拠。見ていられない内容の試合にならないよう、アンドイメージを払拭できるよう頑張ってほしい。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。